ゲームバランスはゲームの解説として使用される用語の一つ。ゲームの難易度と快適さについてのバランスを指す。ゲームバランスはゲームを成立させるために取られた均衡を総称したもので、特にコンピュータゲームやテーブルゲームの難易度についてのバランスを指す。バランスを取るためにキャラクターやアイテムの性能を上げることをバフ、その逆をナーフと呼ぶ。ゲームバランスには 様々な要素が関わっているが、主要なものとして難易度と快適さのバランスがある。ゲームが優しすぎたり、逆に難しすぎたりする場合には、ゲームバランスは良いとは言えない。評論家の小木上知規は、操作的快楽、攻略的快楽、上達的快楽の3つを、ゲーム性と呼び、これらのゲーム性を効果的にプレイヤーに与えるように、設計されたゲームのことを、 ゲームバランスが高いと評価するのだと述べている。ゲームバランスはコンピュータゲームを面白くするために欠かせない。ゲームシステムが一定のゲーム性を持つものであれば、あとはゲームバランスがそのゲームの楽しさを決めるとも言える。しかし、楽しさや面白さとは何かということを判断するのは難しいため、ゲームバランスという言葉はしばしば曖昧に使用されている。ありがとうございます。